信用できない。私絶対もう騙されないんだからね。私もです。いや、今までは騙されたふりもしてたんですよ。患者さんの中には熱っぽいって嘘つく人もいますから。だけどもうその手には乗りません。手まりさん、何もそこまで意地にならなくてもいいでしょう。中にはこうわざとらしく見えて本当の人もいるかもしれないんだから。わざとらしく見えて本当の人なんていません。でも誰でも何でも疑うのは良くないよ。ドレミちゃんはお人よしすぎです。また騙されますよ。そんなことないもん。それよりパパはまたあやめさんにいたずらしてんのかな。しょうがないやろ、ほら性欲が。なぜ解放家の人たちがこんな話題で討論しているか、それは3日前の事件にまで遡ることになります。全くだな。しかし国際なんとか会議の出席なんてのは面倒だな。ドレミも一緒に来たいとか言うから困ったもんだ。は？パパが一人じゃ心細いんでしょ。そんなことないよ。トリッシュ、パパが嘘ついてるかどうか調べて。はい、ドレミさん。若の脈拍が急激に上がっています。これは典型的な嘘をついている様子です。トリッシュ、今度そういうことしたらお役御免にするぞ。トリッシュ止めて。どうしたんだよドレミ。道に何か落ちてる、見て。なんだあれ、危険物かもしれないな。トリシュ、分析してみてくれ。はい、若。爆発物の反応はありません。加えて地球上では未確認の元素で構成されています。すなわち宇宙から飛来したものです。放射能や宇宙紫外線の影響はどうだ。ございません。細菌反応も認めず人体には無害です。よし、回収してうちの科学班に調べてもらう。何か不思議な拾い物したんですって。手まりさん、地獄耳ですね。どっから仕入れたんですか。そんなのどうでもいいじゃない。それでその拾い物は何だか分かったんですか。今科学班とパパが調べてるの。危険なものじゃなければいいと願うばかりですね。そうだね。だけどなんか嫌な予感するんだよね。セイラちゃん、どういうこと。だってこれまでだっていいことなんか一つもなかったじゃん。そりゃそうだけどね。みんな、回収物の調べがついたよ。これがまた実に興味深いぞ。今中のやつが調べてる。よし、トリッシュ始めてくれ。はい、中さん。金属の箱はアンドロメダ星雲の彼方、アバグネイル星より飛来したものです。中には音声データと設計図が封入されておりました。早速音声データを再生します。我々はアンドロメダ星雲の第二惑星アバグネイル星のものです。太陽系第三惑星地球の進歩と発展を願い、この音声データとブループリントをお渡しします。宇宙からの連絡なのになんで日本語。自動翻訳機能だよ。ブループリントって何。設計図のことね。まあ黙って聞いてみようや。このブループリントには地球人類に代わって労働を行う、いわばロボットの製造法が記してあります。このロボットは忠実で決して人類を裏切ることはございません。ロボットの量産により文明は想像を絶するほど進化し、人類もより余裕のある生活を送れることになります。ロボットの製造は地球の科学でも十分に完成させることができます。我々アバグネイル製の文明と科学を信じていただき、ロボットの製造に取り組んでみてください。地球の今後のご発展に期待します。結局何が言いたいの。もうジュリさん、読解力ないな。まあ、要は分かりやすく言えば、そのアバアナントカ星ってのがロボットの作り方を送ってくれたってわけ。ロボットの作り方ね。私にとっては美味しい料理の作り方のレシピを送ってくれた方が良かったけどね。私の計算では科学班の協力があれば3日程度で完成させることができます。若様、どうなさるおつもりなの。俺は作ってみてもいいかなと思ってるんだ。そもそもロボットの語源はロブトといって、労働って意味だろ。この完成によって人類が進歩すれば大きな飛躍になるんじゃないかな。そうですね。だけどどうも引っかかるな。中さん、何が引っかかるのか言ってみてよ。いや、こんな大事なこと記したもんなんで道端なんかに置いてたのかなって。それは接触の仕方が分からなかったからでしょ。まあ、どこの天文台も確認はしてないけど、ひょっとしたら隕石のように偶然路上に落ちたのかもしれないな。
いや、遠い星の異星人が文明の発展を願ってくれているんであれば、それ受け入れてもいいんじゃないかな。たやすく言うなよ、兄者。人類の文明ってやつはさ、自分たちの手で築き上げてこそのもんだろ。それを他人にこう、なんか簡単に与えられてもらって、本当に発展って言えるのかね。ちゅう、お前、それはないだろ。宇宙人から無敵の力を与えてもらったお前が言える立場かよ。いや、それどころとはちょっと話違うんじゃないの。俺はね、十分考えてるんだよ。どんなものでもやってみなきゃわからないだろ。やってみて失敗したら、それでみんな納得いく。まあそう言って結婚も2回失敗してるもんな。なんだぞこの野郎。まだそんなやめっか。やめなさい。肝心な時に解放兄弟が喧嘩してどうするの。まずは作るのを始めてみる。それでダメなら途中でやめる。それでいいでしょ。はいはい。手まりさんすごい迫力だね。鶴の一声よ。こういう時はね、身内じゃない方が効果があるの。マルさん、もう怒る必要ないじゃないですか。ロボットが完成したらいろいろわかるんですから。完成してからじゃ遅い場合だってあるだろう。マルさんの言い通りだよ。手まりさんは危険だったらやめればいいと言ってるけどさ。中丸さん、ロボット製造納得いかん理由教えてくださいよ。だから文明や発展は宇宙人からもらうもんじゃなくて、僕らが自分たちで築いていくものだろう。そうやって理由並べて反対したいだけなんだよ。マルさん、ボンは姫坂博士からシートレジャーや武器を作ってもらって、科学の進歩にとても興味を持っているんです。どうかボンの気持ちも分かってあげてください。あやめさん、そんなにパパの味方しなくてもいいよ。いえ、ボンを孤立から守るのが私の務めですから。あやめさん偉いわね。私はそこまで若様にお使いできないわ。明日にはできるんですから、どんなものができるか楽しみじゃないですか。長丸さんもそうかっかしないでください。そうです、長丸さん、結果を待ちましょう。どうしたのパパ。パパの望み通りアバグネイル製の技術でロボットができるんだから、それでいいじゃない。なあドレミ、さっき長丸は科学や発展は自分たちで築くもんだって説明したろ。それにあやめは俺が科学の進歩に興味を持ち出したって説明してくれたよな。そうでしょ。俺少し科学や発展というのに固執しすぎたのかもしれないな。いや、新しいものがあったらすぐに食らいつくのは子供の時からそうなんだけど。何が言いたいの。だから今回のロボットの製造を大賛成したのは浅はかだったかなって。何言ってるの今さら。シートレジャーもトリシもみんなパパを守るために作ってもらった素晴らしい科学でしょ。それを宇宙の人に今度は作ってもらう、それだけじゃない。いや、それはそうなんだけど、ちょっと他力本願すぎたかなって。もう男のくせに優柔不断なんだから。あれ、料理とかできるのかな。アバグネイル製の技術を解放家の資金提供によって実現させることができました。このアバグネイル製のロボットは我々人類の発展に大きく役立つことでしょう。それでは今朝行われた実験の様子をご披露いたしましょう。これはデモに過ぎません。さらに我々の生活に必要な労働をこなしていくことでしょう。なんだか大したことなかったですね。手まりさん、聞こえますよ。どうだい兄者、他人から文明の発展を手助けしてもらった感想は。嫌味だな、まったく。いや、俺だっていろいろ考えてるよ。考えてるって何を。うん、いやだからこれで良かったのかなってさ。何か用か。
んな真夜中に呼び出されたからどうしたのかと思いましたよ。それで若様を襲った人に何か心当たりないんですか？いや全くないな。溶けていくかのように消えてしまったんだよ。それってもしかしてアバグネイル製のロボットが関係してたりするのかな？いやそれはないだろう。だってこれから文明を与えようとしてくれる宇宙人がこんな風に襲ってきたりすると思うか？ジュエさん、あまり疑ってしまっては宇宙から送ってくれた人たちに申し訳ないですよ。ああそれで手まりさん、宇宙局で作ったロボットこの先どうなるって？これから1週間にわたっていろいろ実験をしてうまくいけば量産されるそうですよ。昼間宇宙局で聞いたじゃないですか。痛い。ああそっか。ああじゃあこれで我々も文明伝授してもらえたってわけだ。じゃあ休むか。ああやれやれ、今日はほんと一苦労だったな。そう言うなって。ああ泊さん、もう今日遅いんでゲストルーム泊まっててください。ありがとうございます。そうさせてもらいます。じゃあ休み。おやすみなさい。ジュリもおやすみ。お大事に。一緒に寝る。そう。怖がることはない。私はアバグネイル星から来たお察しの通り宇宙人だ。あのロボットの製造に一役買ってくれたあなたたちにどうしても接触したくてこのような形でやってきたのだ。私はあなたたちに危害を加えるつもりはない。ただ協力してほしいのだ。ないですか？そうね。協力って何をすればいいのかしら。アバグネイル星は資源を使い果たしロボットを作ることもできない。そこでぜひロボットが欲しいのだ。じゃあ宇宙局で作ったロボットを持って帰りたいってこと？その通り。いやとは言わせない。こちらは技術を提供したのだ。無償で伝授してもらえると思うのは大きな間違いだ。なんか恩着せがましい。 あのね協力してあげたいけどその要求は無茶よ。宇宙局にくださいって言って私たちがもらえるわけないでしょ。そこを頼みたいのだ。断るとあらば強行手段に出るしかない。ちょっと黙って聞いてればいい気になって。そっちが文明を授けてくれるって言うからこっちを受け取ったんでしょ。そうよ、若様に怪我をさせて接近するなんて卑怯よ。愚かな原始人め、しようがない。お前たちには別の形で協力してもらおう。ドレミ、どうして止めなかったんだよ。だって手まりさんはともかくあのジュリさんまですごい真剣な顔で出かけるって言うから止められなかったの。ボン、今はドレミちゃんを責めるのではなく訳を聞きに急ぎましょう。いたいた。早めさん、ジュリさんもどっか行っちゃってさ、仕事すっぽかさないでくれよ。俺の朝食どうなんのよ。オンジ、それどころじゃないんだよ。え、何かあったの？今朝手まりさんとジュリさんが宇宙局に行くって出てっちゃったの。なんで？そんなこと俺が知るかよ。考えられるのは単純にロボットの完成度を見て二人ともとても感動し見たがってるのか、もしくは誰かに揺すられて何か目論んでるのか。あの二人の性格からして感動したとは思えないな。じゃあ俺も付き合うよ。宇宙局へ急ごう。歩いていくよりトリッシュに乗っていきましょう。トリッシュ、すぐに来て。了解しました。お前たち何やってんだ。やめろ。二人とも探したんだよ。パパは？手まりさん、どうして宇宙局で作ったロボットを持ってきているんだ。
邪魔しないでください。皆さんにも用はありません。何言ってるの？ロボット勝手に持ってきちゃダメでしょ、ジュリさん。ありがとう、中音寺。どうなってるの？様子を見りゃわかるでしょ、二人は偽物。手まりさんとジュリさんの本物はどこだ？どうなってるの？何あれ？中音寺、鼓動が聞こえる。まさか。ドルちゃん、下がって。手まりさん、ジュリさん、こんなところに閉じ込められてたの？中音寺、ここにパパが戻ってこないということは。宇宙局で同じ目にあったのかな。ドルちゃんはあやめさんと一緒に表でロボットを食い止めてくれ。わかった。ボン、シートレジャーで食い止めてくださいよ。わかってるよ。さすがに優れた技術で作られただけあって強いな。その通り、貴様のようなやつを滅すために設計したのだ。だけどな、それを他人に作らせる時点でお前の負けだ。ちょっとくすぐってえや。こんなこっちからけど、せいや。こちらの能力はシートレジャーに勝っていたはず。なのになぜだ。そんなこと俺が知るか。よし、とどめだ。トレジャーキャノン起動。了解しました。トレジャーキャノンファイヤー。毎回着用時間気にしなきゃいけないからドキドキするな。若、あなたが強い理由、勝てた理由ですが、私は知っています。おお、それは何だい？若には私がついているからです。よく言うよ。それにしても若、アバグネイル製の設計したロボットのパワーには恐れ入りましたね。本当に強かったです。おいおい、お前どっちの味方なんだよ。私は正義の味方です。本当に誰も信用できない。絶対もう騙されないんだからね。私もです。いや、今までは騙されたふりもしてたんですよ。患者さんの中には熱っぽいって嘘つく人もいますから。だけどもうその手には乗りません。手まりさん、何もそこまで意地にならなくてもいいでしょう。中にはこうわざとらしく見えて本当の人もいるかもしれないんだから。わざとらしく見えて本当の人なんていません。でも誰でも何でも疑うのは良くないよ。ドレミちゃんはお人よしすぎです。また騙されますよ。そんなことないもん。それよりパパはまたあやめさんにいたずらしてんのかな。ボン、おやめください。ずるい大人なんだからいいじゃないの。
そいつは俺が戦ったやつだ。ミソジに最後のアンドロイドと言ってたな。ドレミたちもどこにいるかわからない。今回ばっかりは勝ち目がないぞ。ムカ様はもうすでに死んでるっていうの？ロンさんを殺すなんてひどい。許さんぞミソジに。こっちへ来い。返事をしなさい。オンジ、このままじゃみんな酸欠で死んじゃうよ。やろう、初めから自爆して俺を殺すつもりだったのか。ワカ、助けて。トリシュ、どうした？どこにいる？応答しろ、トリシュ。一刻も早くみんなを助けましょう。きっと自由なのは私とボンだけです。何が来たの？地獄からの使いでも来たの？タイムマシン。ということは、イサキを20年前に送り返すことができるってことか。そう。そんな昔に来たくない。そんな朝みたいなもの信じない。みんな私のことスユリさんと比べるけど、私はスユリさんとは全然違うからね。イサキはね、子供の頃のサヨリなの。大変。イサキが交通事故にあって病院に担ぎ込まれたって。無理やり過去に返されるくらいならここで消えた方が幸せだよ。